皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日も一日一曲つないでいきたいと思いますので、どうぞ松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。今日チャレンジする一曲は受験生応援ソング特集ということで探してみました。受験生応援ソングって調べたら出てきた曲です。2010年の2月24日にリリースされましたサンボマスターさんの14枚目のシングル、できっこないをやらなくちゃというね、もうタイトルからして素敵ですね。はい、こちらに挑戦したいと思います。 B 面がポップライフ、僕の名前はブルースと言います。ね、面白い3人組のねですね。作詞作曲が山口隆さんで、はい、初出荷アルバム君のために強くなりたいというアルバムも出ています。こちらの曲でゴールドディスク賞を受賞しております。こちらの曲はですね、日産自動車セレナの CM 岩登り編のために書き下ろされた楽曲ということで、はい、でもその他にもですね、頑張る人たちへの応援ソングということで、2018年の TBS 系金曜ドラマチアダンのテーマソングに起用されたり、2018年の12月の JR 東日本の企業広告 CM にも起用されました、ね、すごい素敵な応援ソングですね。サビだけなんですけれども、受験生にエールソング歌いたいと思います。聴いてください。できっこないをやらなくちゃ。諦めないで、どんな時も君ならできるんだ。どんなことも今世界に一つだけど、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー、元気出ますね。できっこないをやらなくちゃ。そうなの、最初から諦めない、チャレンジする心ですね。まさに今戦いに挑もうとしている受験生の皆さんのエールにつながる一曲なんじゃないかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後にお知らせです。2023年の2月23日間違いないようにしなきゃね、はい、の木曜日祝日ですね、天皇誕生日の日に、松本かな子初ライブを那須塩原市のカフェ風ライブをさんで行います。18時半会場、19時スタートになっております。チケットが2000円のプラスワンドリンクということで、ぜひぜひご予約していただければなと思います。ご予約していただいた方にはささやかなプレゼントもご用意いたしますので、まあ、前日までにね予約していただければなと思います。はい、ね、ちょうど2月だもんね。2月といえばバレンタインデーもやってくるしね、早いですね。なんかね、またそんな季節ですね。
はい、それでは明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしてます。受験生の皆さん、ファイト。体に気をつけてください。それではまた明日、またね。